はい、どうも、児玉法政です。よろしくお願いします。ご視聴いただいている方、ありがとうございます。チャンネル登録等で応援してもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。それでは、今回はですね、四季三条の戦いということで、かの有名なボンバーマン、松永久秀を、討伐する戦いでしょうかね。最後、やっぱり自爆すんのかな。どうなんでしょうね。自爆シーンはあるのかないのか。前回は長篠の戦いでしたね。武田信玄は多分三方ヶ原の後死んでて、前回偽物だったんでね、あっさり長篠で勝てましたね。で今回は松永久秀が謀反を起こすと。本作の戦国無双だと何の理由で起こしたんだろう。謀反を起こす理由がわからん。四季三条の戦い、わかんないけど、謀反を起こすのは事実っぽいんで、久秀を始末するしかないっすね。このものを覚えているか。信長って呼び捨てにしてるわ。信長殿でもないわ。戻ってきました。信長呼びなんだな。一応同志だから信長も許してんのかな。光秀が呼び捨てにするの普通なら許されんけどな。で鹿之助は見ねえなーと思ったら、なんやかんやであれか、毛利に捕まってたのね。その辺は歴史通りかな。毛利との最前線ですね。で望むところです。はいはい、アマゴの復興のためにね、松永久秀殿だが戦うと。毛利と不穏な気配がある。で松永さんは久秀殿は有能な将だ。そろそろ我らとは相入れ思想。相入れぬ思想、どういう思想なんだろう。今のところ気に留めておこう。公式ホームページとかも見てないからな。久秀のキャラ紹介とかどういう理想を持ってんのかが今一つ、ここまでの描写だけだと正確なのが分かんないんだよな。久秀よく分からん。お前の中心の久秀の理想ってなんだ。久秀を撃つ、なんか腐ったやつらを倒すのは賛成してたけど、他の勢力と結ぶ前に結局最終的には何を目指してんだろうな久秀。分からんけど信長の天下一新とは相入れないから謀反を起こすと。じゃあまず信長で、勘兵衛が参戦した。しれっと来てんじゃん。そしてこれまでのくっそ顔色悪い感じのあの勘兵衛からただのイケメンになってる。かっこいい。そして25レベかで加入ってことは、このステージの適正レベルはこの時点で25レベなんだ。誰一人届いてるやついないと。全て見通してみせる。っていうか25レベ、じゃあ前回は22、3レベぐらいなのかな。っていうとこ15レベの家康でやってたからな。そりゃなかなか敵将倒すの時間かかるわ。今回は新しく加入した勘兵衛と信長でいきましょうかね。信長編ですからね、基本信長は使ってく感じで。見通せました。あなたがかの有名な竹中半兵衛で、おそこに控える、声の感じがだいぶ違う。あれでも中の人って一緒じゃなかったっけ。なんだ変わった。中の人って確か声優一緒じゃなかったっけ。頭の良さは天下一品。これまでの半兵衛と違ったかな。だいぶ声の感じは変わってますね。若々しいから。今日からは正式にオイラたちの仲間だ。だいぶ違うな。声の感じも見た目も雰囲気も。必ずや勝利を導きましょう。よろしくお願いします。先輩って言ってる。半兵衛に。今回はあれか。先輩か。半兵衛の先。いつでも頼ってね。半兵衛が先輩。勘兵衛は後輩キャラか。先輩後輩の関係ね。見た目的にはどう見ても逆だけど。不思議のねえ御仁だが、賞賛もねえのに離反するってのはらしくねえよな。だけど何のために久秀は謀反を起こしたんだ。そこが見えない。わからんな。もうちょっと掘り下げてほしいけどな。光秀編とかやるとわかるのかな。わからんのかな。それかあのサブストーリー的な方の
この後これクリアした後なんか出てくる合戦とかで分かるのかな、久秀の考えが。分からん。裏切りの代償はしっかり払ってもらわねえとな。おお、落とし前はつけないといけないってことな。で、身支度で官兵衛の方が特に何もないか。武器だけこれかな、五歩か。で、まあ、防御力より攻撃力かな。これなんだ、バリアごと敵を踏みつける。なんじゃこれ、よくわからんけどこれにしてみるか。見たことない技だ。よし、じゃあこれで出陣しましょうか。その前に見るか、いつものように武将。細川藤高いるな。で敵は、あんまり馴染みのない武将だ、名前が。じゃあ行きましょうか。おお、今回は雑賀孫一か。説明は方面から四季三条を攻め、お、今回だいぶ出現位置がかなり違うな。で門閉まってるし、どうしたら開くんだろうこれ。まあいいや、我らは敵の注意を引きつつ。全然違う方向から官兵衛と信長が始まるな。四季三条を目指す、行くぞ。官兵衛は別動隊か。川沿いの砦の制圧に向かうぞ。川沿いの砦の制圧、信忠の敗走に気をつけなきゃいけないのと。お、ちょっと待って、いきなり総大将がいるけど、こんなん絶対あれだろ、影武者か、もしくは倒してもあれだろ、一時撤退でまた総大将として出てくるパターンだよ。知ってる、これで倒して終了だったら簡単すぎるからな。はいはい、分かってる分かってる。どうせ撤退するんでしょう。南門に進軍せよ。あ、門が開いた、南の方。んじゃあこっちにとりあえず承知した、官兵衛を送り込めばいいのか。なるほど、多勢で押し切るつもりですか。こらえー、闇のオーラよ。フォースの暗黒面をくらえ。あー、やっぱ偽物ですよね、知ってた。偽物じゃなかったらむしろビビるわ。構わず進むぞ。で、それはそれとして、この辺開いてないから行けないのかな、こっちは。行けないのかな、わからん。あー、でもどうなんだろうな、信長はこれ以上行けないのかな。とりあえずどっか開くまで、とりあえずじゃあ官兵衛で操作切り替えて行くしかないな。何？この砦から敵の気配？ちょっと待て。そうするととりあえずこっち行って信忠の方をちょっと援護してやらないとまずいか。わからん、ちょっとこっち行くか。おお、2人もいる。手間取ればこちらの動きを悟られる。なるほど、砦を守る将を手早く倒さねば。手っ取り早く、時間制限付きかな。ですよね、ですよね。おお、なるほど、こういう技なのね、スタンピング攻撃か。そして強いぜ、くらえー。なんか炎がめっちゃ出てる、強い。なんだこれ、なんか浮遊して自分の周りをこう浮遊して炎を吐き出してる。なんだこれは、ビット攻撃とかファンネルとかそういう感じのやつか。強い、強いぞ、陰陽師すごい。これがお札のパワーか、強えな俺。別動隊の動きを受け取られては面倒。敵武将いない？あの砦を派手にせ、敵の目を引きつける。あの砦ってどの砦？信長の方か、あの今開いたとこか。はいはい、じゃあ信長こっちに送り込んで、それはそれとしてこっちに行くぜ。ここに敵武将を発見、ドーン、スタンピング攻撃。そして出たぜ、
つえこれあれかな、一定時間消えるまで炎をバンバン撃ってくれるのかな。なんて強いんだ。くらえ、空中に浮遊してる砲台の攻撃を。強いぞ、見た目折り紙だけど、ただの。さすが折り紙すごい、日本文化すげー。よーし、敵撃破で、こっちはこっちで、じゃあ敵将撃破し、敵将じゃねえ、敵兵か、敵兵撃破して、こっちに敵の目を向けると。やりぶすまがいたな、神速攻撃弾かれるんだよな、それだけ気をつけないと。あー、いた、ドーン。これで、お、なんか熟練の死、熟達の死とかいうトロフィーが今取れたんですけど、これあれだな、多分武器の習熟度が、一つの武器がマックスまでいったっていうトロフィーっぽい気がすんな。確か A ランクになってた気がしたから、その上っていうと S ランクかな、熟練度、多分だいたい A の上は S だよな、なんでも。下の砦が苦戦している。よし、北砦に敵の目を引きつけました。で、どこが開門した、あそこか。んじゃあ向こうに行きますか。うまく敵を連れたようだ。うまく敵を引きつけた。よし、行くぜ。で、まあ雑魚をついでに行きがけのダチンに倒しときますか。片岡城が手薄なようですね。あ、いたいた。あー、ちょっと危ね、コンボが切れる。よく知らせてくれた、我らは片岡城に。怪しいな、これ三太夫裏切ってないかな、そんな気がすっぞ。これは怪しい、罠だろう。ちょっと待て、信忠、信じるな、息子よ。罠っぽいぞ、それは。どうかな、怪しいんだけど。特にあれなんだよな、信忠のいるあそこの方向にどうあがいても絶対に行けないっていうのが余計に怪しいんだよな。あれ、怪しさ満点じゃないですか。やばいよな。だってな、ここ全部道塞がってて、どこもここまで行けないもんな、援護に。ってこと考えると絶対罠じゃん。桃地さんだよ、なんか最初からさ、半兵衛とかが何考えてるか腹の底では分かんないとか言ってたしさ、裏切りフラグ立ってるなーというのは薄々感じてたんすよね、最初から。なんか怪しいなー、これ。片岡城だっけ、行ったら罠でしたって、信忠がピンチになりそうな気がすんな。で、三太夫も裏切って敵になる気がすんだけどな。フラグがビンビンに立ってんだよな。まあですよねっていう、分かりやすすぎるフラグ。跳ね橋上げられたか、封鎖されたな。しまった、敵の罠だ。信忠が敵の罠にかかった。見え見えだっつーの。救援に向かうぞ。3人撃破。ただどうなってんだ。あそこ行けばね、信忠の身が危うい。あのびっくりマークのやつ倒せば跳ね橋が上がるのかな。おお、ちょっと待て、信忠の体力を残してだときついな、それは。急がないと。ちょっとじゃあ信長を送り込んで、こっちはこっちで何とかしてよ、何かやってよ。こっちは特に何もないのか、武将いないよな。どうなってんだこりゃ。ここまで来たけど、特にその後は信忠救援しないと進行しない。先に邪魔なあの将さえ倒してくれりゃ、俺が手下を使って金橋を下ろします。本当かよ、こいつ裏切ってそうな気がすんだけどな。いかに脱するか。だってお前の情報で片岡城行ったからな。三太夫裏切ってそうなんだよな。非常に怪しい。ただ急がないと、信忠がやばい。仕掛けていただこう。細川藤孝がやられた、敗走した。羽橋はこれで上がりました。急いで救援行かないと。馬乗っていくか、行くぜ。ここはあるまい。よーし、じゃあ救援に向かうぞ。
こっちだな。急げ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 。ああ、庭長秀まで敗走した。やばいやばい。この隙に敵方の兵糧を焼き払うのです。兵糧を焼き払いだと。なんてこった。飯を狙うのはやめろ。ジャンプで、どこに出現した。どこだ、あっちか。じゃあとりあえず半兵衛を送り込むしかねえな。こっちはこっちで信忠の救援してっからな。しょうがない、半兵衛に頑張ってもらわないとね。これで救援完了か。使えぬ駒を毎度助けるつもりはない。なんてこった、息子に対する態度か。それがひでえ。ああ、そしてやばいやばい。ちょっと待て、やばいやばい。兵糧庫行かれるぞこれ。まずいまずい。しまった、馬乗ってなかった。危ねえ。私はこれにて戦場を離れます。お、何、信忠撤退。使えねえな息子よ。さっきの態度もしょうがないね、うん、よし、手のひら返しときましょう。使えねえやつはしょうがねえ。使えねえ息子だ。よし、信長が片方食い止めてるな。俸禄隊長、じゃあこっちを官兵衛で倒して、ゆるりと信長の方に切り替えましょうかね。おお、風出したり炎を出したりいろいろ出しますね。ビームは、ビームは出ないけど。で、こっちか。あとはどっか敵いるのかな、わからん。官兵衛がどっかに向かっている。あ、ここに敵武将いるわ。マップ見て、どこだ、いたいた。これスタンピング、あ、火が出た。なんで、なぜだ。くそ、何、これはあれか、おもち三太夫が裏切ったか、それとも、うーん、裏切ったのか、それか、もしくは密かに兵を出していた、バレないように。わからん。おお、戦闘時間が短くなった。そういう影響が。やばいやばい、時間が。で、何、柳生宗玄だと。柳生宗茂さん、やばい。柳生さんがバカな。柳生、柳生も敵か。柳生新影流使ってくる。まあこのゲームではモブでしょうけど。ああ、で本田正信がいる。お前、徳川のとこにいたけどね、あれですよね、一気に参加してね。で、ちょっと蓄電というか、その動き、はいはい、俺には見通せている。お前、徳川の家臣だからって容赦しねえからな、本田め。これスタンピング攻撃、これ強えわ。なんか召喚するのが強い、このなんだろう、式神みたいなやつを。くらえー。でもあんまり効いてねえ。やっぱあれか、神代湖隊長でバフがかかってるからか、敵に。よし、これ先に倒してから敵に攻撃するべきだったな。まあでもいいや。くらえー、くらえー。固定砲台、あ、消えちゃった。でもなんか周囲をぐるぐる回ってる。とりあえずこのゴフすげえな、いろいろと、いろんなもの出るな攻撃で。また出すぜ。くらえ、折り紙攻撃強いよ強いよ。お、打ち死にした敵。こいつはさすがに死なんだろう、本田正信は。徳川の家臣だし、もともとなんか味方拠点が陥落って出てる情報が。まあいいや、とりあえず官兵衛は官兵衛で、でもこっちの敵倒さないとな。どっちにせよ武将の相手させつつ、信長はこっちで相手をするか。武将の闇のオーラがすごいっすね。壮年期になってから無双奥義がめっちゃかっこよくなって
った。すごーい。打ち取ったり。悔しいな。ここまでか。さすが。俺も負けませんよ。あと敵がこの辺か。なるほど。じゃあまあ信長で敵武将をもう一体あっちにいるやつ倒すか。でももう倒さずにほっといて市議三条行ってもいいかな。まあどっちでもいいや。とりあえずちょっとザコ削って1000人でパワーアップできるようにしとこうかな。1000人撃破の。よし、で、ある一応倒しに行くか。どこ、都市とは青いのと言われた。どこだ青いのを釣ったやつは。どこ、あ、いたいた。パワーアップ。おー、こっつえー。ちょっと待て、強い強い。電気ゲージの解放が他の武将よりすげえ強い気がする。凍らせたとこで徹底的にボコれるもんな。はい、野牛も仕留めてやるよ。これで伝令、何、どこ、伝令どこに出た。おお、すげえ。水だ、水かな今の。氷か、よく見てなかった。伝令ちょうどなんか目の前というか近くに出ましたね。運のいいことだ。くらえ。強い。あ、外した。おお、なんとか当たった。いやー、これ強いわ。至近距離で炎を当てて。何でもするから見逃してくれ。何でもする、だって今何でもするって言ったな。でもおっさんにさせたいことなんて大してねえと思ったら、おお、伝令をよそえ。だって分かった、何でもするっつったからな。寝返った。よーし、じゃあそいつの援護を半兵衛じゃねえ、官兵衛に任せるか。で、信長は信長で向こう側行こうかな。城まで無事に送り届けねば。何でもするおじさんね。はいはい。よーし、こっちは行くぞ。戦闘時間が残り10分になるな。あとっていうか今11分ぐらいか、厳密には。こいつ倒すと門が開くのかな。ちょっと気絶させられた。あー、また目が覚めたと思ったらまた気絶させやがって。この野郎、この野郎、この野郎、この野郎。思い知ったか。で、道が開いたけど、開いたけど、あ、いたいた。でしょ。で、こっちはこっちで宝禄隊長を術で倒すぜ。術すげー。呪術の力ってすげー、すごいわ。よし、これで送り届けられるか。お前早く行けよ。こんなやつの相手してないでさ。お前動いてよ。なんでザコの相手してんだよ。もうちょい行ってよ。それともこれ自分が行かないとダメ。あれ、どこ、どっち行けばいいの。南門ってどこ。あ、到達したわ。やっぱ南門ってこっちだよね。来てるはずなのに反応ないから、南門ってどこかと思ったわ。いやー、南門こっちでしたか。桃地三太夫、この戦いで裏切るかと思ったんだけどな。裏切らねえな。予想が外れたかな、わからん。あー、ちょっと、もういいや、信長で行こう。よーし、パワーアップ。1000人倒してパワーアップで武将を倒すぜ。あー、またピヨった。もうやめろー、ジャンプ。もう一撃で半分ぐらい削ったな。さすがパワーアップ中強い。ジャンプ邪魔だー、なぎ倒す。行くぜー。これで久秀と戦えるか。なんか神代湖隊長だな。よし、撃破。信長様の気づくように私は無用。なるほど、お互いの理想に、お互いの存在は不要と。
理想を語るなど無駄よ。お前とはまだ共に歩めたはず。ほう、信長は一応久秀認めてんだな。だそうか、信長が残念だと言っている久秀を認めてんだな一応。よし、じゃあパワーアップ、うっせえ、くらえ、必殺奥義、かっこいい技、闇のオーラをくらえ、二刀流。でも倒しきれない、地獄で食いよって言ってる。まあ久秀は地獄行きですわな。そりゃ今度は協力奥義だ。官兵衛のあれか、文字は計りごとの計るっていう字ですね。謀略の謀か。はい、終了。ここではない。協力奥義で倒したぜ。お、捨ておく。どうなる。もはや奴に逃れる術などない。ああ、やっぱり結局ボンバーするのね。爆死か。爆死するんだ。リア充じゃないけど爆発するんですね、久秀さん。もう重傷だ。結構重傷を負ってるか。結局こうなりましたか。結局この人何がしたかったんだろう、よくわかんねえ。平雲と一緒にね、爆死する人。安心せえ平雲や。キモい。お前を置いてはいかぬ。何言ってんだこいつ。こんな側面今まで見せてなかったのに急に。キモい。おお、ボンバーマンが火つけるぞ。共に参ろう。貴重な爆死ですって。日本初、世界初なのかな、そこまでは知らんけど、初のボンバーマンですっていう。久秀らしい。爆発してボーンっていうとこまではやんないですね。音が出るとか爆発の。古き秩序を壊し、理想の世を気づかんとしていたのだから。ただ彼が思い描く理想の世は独善的に過ぎた。そうなんですか。どういう理想の世なのかちょっと分かんなかったんですよね。やめておけ。今俺たちが語るべきは理想ではない。いかにして乱世の断りを壊し尽くすか。なるほど、この辺でちょっと光秀と思想の違いというか層が生まれてくるのかな。なんか光秀は理想の話してるけど、信長はとりあえず理想なんて言ってる場合じゃねえって、まず先に壊すのが先だって言ってますからね。この辺でちょっとお互いの思いがすれ違ってく感じになるのかなっていう予想ですけどね。しかしおもちさんで裏切らなかったな。伊賀とかあの辺の周りどうなるんだろう、歴史的なところは。お、で総合評価は S ですね。 A2 個あるけど、まあ S 取れたからいいや。あー、でやっぱ大立ちは熟練度 S になってるな。で官兵衛もレベル上がりましたと。武器はどうなんだろう、いいのか悪いのかよくわからん。あー、今は亡き浅井長政殺しちゃったからね。まあしょうがない、朝倉の方に着くから。で、これで いよいよ次の毛利攻めは、毛利攻めか。じゃあ次は、力を任されることになった。次の話は毛利攻めなのかな。光秀さんも一緒だって聞いたけど、一緒に毛利攻めか。まあそうなんだ、同じ方面から行くの。光秀は助っ人みたいなもんで、総大将はオイラってことよ。秀吉は山陽道の方から行って、光秀は山陰道の方から行くとかではないのか。主に軽々しく意見すんじゃねえ。おお、先輩に。お前だって子さんじゃないだろ。先輩が叱ってきたらそれに口答えして、喜ぶ時は思い切り喜ぶ、喧嘩してら、それが秀吉のやり方なんだよ官兵衛。ちょっと中村和氏と官兵衛はなんか人間関係的に相性悪いのかな、仲が。ありがとうございます。悪くなりそうな感じだけど、半兵衛が潤滑油になって、うまいこと人間関係回してると。半兵衛は癒しだな。
いい先輩してるわ。官兵衛のいい先輩後輩の関係ですね。で次回本編の方はハリマ平定戦で、今回メインの話よりサブストーリー的なところが長い。次回はおーこれですね、テトリガーの戦いですね、やってきますんでよろしくお願いします。それでは今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それではさようなら。